あやふや株食新婚夫婦、はい、ということでですね、ちょっと今日はですね、我が家にとっては結構深刻な事態がここ数日、もう週間前か、私が退院して1週間してから、うちの大切な家族のチョコタンが入院しまして、はい、原因は不明だったんですけども、免疫介在性と血性貧血みたいな、なんかすごい極度の貧血状態になっちゃって、突然フラフラしてね、そう、自分のなんか血をどんどん壊しちゃう病気みたいなになってしまいまして、子犬ではあまりならない病気らしいんですけども、まあなってしまいまして、で夜間に連れてって緊急入院みたいなのをして、入院した時は正直もう確率、この1週間、ここをしのげる確率は 50%、みたいな、結構まあきついことを言われて、ね、大変だったよね。もう結構もう本当にみんな、まあ、より疲れ切ってる上で、まあ、あのね、師匠もいて、まあいろいろ環境がもうバタバタしてる中、そんなことも起きて、で最初はさ、環境の変化で、こうワンちゃんが疲れちゃったのかなみたいな、疲れちゃったのかなって一瞬やっぱ思ってたけど、全然違ったの、その体調の感じが、だから早く行ったからよかったかもだけど、病院に。そうね、まあ、その日、なんか朝から調子はなんか、あんまはしゃいでない感じだったね、ご飯に対してはしゃいでなくて、元気のなさが全然違くて、で夕方入ってですぐ行ったから病院に、で結果病院はしごしたというかね、そう、夕方の病院が夜まで出て、夜見てもらえなかったから一回持って帰って、夜また容態がちょっと悪くなったんで、夜間の病院連れてったんですけども、まあ本当にね、何があるかわからないなっていうのと、で2日ぐらい入院して、やっとちょっと、あ、そうなんです、その容態が変わってきて、そのどんどん貧血の数値が悪くなってたんですけど、2日ぐらいまでは、やっとそこを打ったかなみたいな、で少しずつプラスの方向に今行ってるっていう感じで、まあ、毎日しょうこちゃんはあの面会に行ってるんですけど、でも10分か15分ぐらいしか会えないから、その間はね、すごいやっぱり元気になってくれるの、一瞬、すごい元気なんだけど、尻尾も振ってきて最近は、だけどやっぱり後で先生に聞くと、やっぱりちょっと数値が下がってましたとか、だからその一瞬は元気なの、本当に会いに行った時は覚えてくれてるからかね、そうなった時にはもう、もちろん動画なんて撮れないしというか、もう、もうすごい状態だったよね、みんな、もう株なんてその50%っていうのを確率を聞いた時、株が言ってくれたんだけど、入院に、私はちょっとやっぱ赤ちゃん見てたんだけど、夜中の3時ぐらいで、夜中の3時ぐらいに帰ってきて、もう声震えながらの、もう号泣してたから、もう、逆にこっちはもう信じるしかないなって、願うしかないなって感じで、そういう感じだったんだけど、もう株がそんな感じだったからびっくりしちゃって、そんな結果だと思わなかったから、私もそうだよね、ちょっと吐いて、ちょっと環境の変化の違いで元気がなくなってたのかなと思ってたぐらいだったから、そんな大きい症状、もう本当にね、それはその夜間の病院に行っても先生も、ちょっと声が震えてたみたいな、気まずそうな感じだったから、あ、そんなやばいんだっていうのもあって、あとまあこれは別ちょっとそれるあれなんですけど、うち弟が獣医なんですよ、実は。なんでまあ結構こまめにというか、その状態からずっと電話したりいろいろ聞いたりしてて、でまあ最悪輸血が必要になったら、うちの実家の犬輸血できるとか、いろいろね教えてくれて、支えになった分もあるけど、結構向こうも弟もいろいろ調べて論文とか送ってくれて、調べれば調べるほど、あ、結構その確率は低い、まあ低いとか、そのパッと治るものじゃないなみたいな、1週間乗り越えたら一気に確率上がるらしいけども、結構長く付き合っていかないといけない可能性のある病気みたいなこともあってっていうね、まあ本当バタバタしてた中で、そういうこともあって、最近撮った動画、このね、動画出すタイミング結構バラバラなんであれなんですけども、まあ、ちょこっとインタリーいなかったりの動画が、もういない動画かな、撮ってる、そういなかったりするので、突然インスタから毎日ちょこたんの写真と動画撮ってたのに、突然いなくなってるから、多分なんで、
赤ちゃんの方ばっかりかなっていうね。まあ、第一どっちもなんだけど、そうだよね。本当に逆に毎日お見舞い行ってるもんね、しょこちゃん妹さんと。僕は2回ぐらい行ったんですけども、なんかこの 年末年始お見舞いばっかり。そうだから私が入院してる時に多分なってたらもっと大変だったから、うん、チョコも頑張ってくれたのかなっていう。そうね、ちょうどその入院中どっちもが入院だったら多分大変だったから、ね、帰ってきてからっていうのも考えてくれたのかなっていうのも今考えたらそう思ってるけど。そうだよね、本当に本当にいつ何がどうなるかわからないだなと改めて、うん、本当にね、もう今信じるしかなく、はい、もう願ってるって感じですね。ずっともう帰ってくるの本当に。そうね、毎日ね、その病院からお医者さんから電話が、うん、数値の報告とかいろんな、うん、まあ、初めてペットを入院させるって初めてで、うんうん、僕が、うん、なんか実家の犬とかあるんですけど、ね、それはもう実家離れてから入院とかなんで、うん、毎日報告してくれるってすごい優しいなと思って。そうだね、その報告だけで結構支えになるなみたいな、うん、チョコタンちょうど今週で6ヶ月なの、7月18日に生まれたから、うん、ちょうど半年なのね、はい、半年でまさかこんなことになるとは本当思ってなかったので、毎日元気だったのでね、突然なので本当にわからないんです。本当に、まあ、精神的に僕らはすごい今、まあ、やっと落ち着いてきたかなというか、本当に、うん、ちょっと、まあ、まだ 100% 大丈夫とは言い切れてないけど、うん、まあ様子見たら退院できそうですねみたいなところまでは言ってもらえた、そこまではね、言ってもらえたので、もう本当に毎日、うん、絶対おはようって言ったらそこにいたからさ、うん、ね、いないのが本当にね悲しい。はい、そんな感じなんですよ、うん、早く帰ってきてほしいです、はい、変わらずあのこっちの師匠はめちゃめちゃ元気でいい子、うん、いい子なんですよね。師匠はね、お昼はね、うん、いいから元気なんだ、元気だから寝てくれるのよ。それなんだよね。夜目こんななって、うん、ギンギンに目が開いてますからね。ギンギン、朝の3時にギンギンだもんね、うん、どっかでひっくり返したいんですけど弱点ね、昼夜をね、はい、はい、まあそんな感じで、ね、4人が早く揃うことを願って、ほんとそれなんですよね、はい、皆さんもよかったら願っててください、うん、はい、はい、今日そんな感じの動画です。で、はい、まあ、たくさん日々コメントね、あの助かってるんで、うん、ありがとうございます。たくさん本当育児のことに関して、これに関してはいい時代だなって本当に思う。そうだね、めっちゃだってさ、このアイテムいいですよっていうのいっぱい来るじゃん、うん、コメントとかに。まあそれぞれ育児バラバラだけど、まあ、いろんなねアドバイスちょこっていただいたやつを、うん、ね、うん、いやこれいいですよっていう、じゃあ取り入れよう取り入れようっつって、うん、まあ、不妊治療の時もそうだったよね。でも結構そうだね、言われたもんすぐ、うん、はい、結構バンバンまた買い物もして、ね、皆さんのコメントがパワーになっております、はい、ありがとうございます。あの、はい、厳しいコメントも僕もたくさんいただきましたけど、はい、私もだよ、はい、うん、お互いいただいてます。いやいやいや、旦那なんてみんなそんなのとかも来るし、はい、全然優しい方ですよとかも来るけどでもそれによって、うん、ここの関係性もなんかちょっと良くなるじゃん。まあまあ、そのフィードバックを得て、うん、あ、こっちも感謝しないといけないっていうのもあれば、うん、なんかこ う, そ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 うみたいなので、なんかみんなね、なんか翔子ちゃんのことちゃんと、もうまだ手術したばっかりですからみたいなさサポートしてくださる方もいたり、はい、カブルのことをサポートしてくれたりとか、ね、だからすごいみんなに助けてもらってますね。ほんと不思議なもんですよ、こんなもんなんだね、こんな感じになると思ってなかったけど本当にさ、はい、こうやってずっと家にいることが多くなっちゃってるから、はい、人から意見を取り入れることがなくなっちゃう感じになっちゃう。あ、まあそのね、だから本当にやっぱコメントだけで全然ね、いろんな意見があって、はい、なんかありがたいなって思います。いいです、僕は、はい、全部受け止めますから批判コメントや、はい、あれ間違ってるこれ間違ってる、要は積極的に書いていただけた方が、はい、はい、みんなで師匠育てていきたいなっていう。もうみんなの師匠いやいや、そうでしょそれは違う。いやいやいや、みんなで育てる気持ちで見守ってもらえたらなっていう感じなんで、見守っていただけたら嬉しいです、はい、とチョコタンのね、はい、チョコタンの、うん、はい、はい、もう喋った今、喋った、ちょっとだけ、うん、ブエーイ、ブエーイ、よろしくって言ってましたけど、はい、はい、そんな感じで、はい、チョコタン、早く元気になってね。